大英帝国勲章は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の騎士団勲章。オーダーは、勲章と日本語訳されるヨーロッパの英典で、元の意味は騎士団であり、東急は中世の騎士団の階級制度を模したものである。大英帝国勲章は、イギリスの騎士団勲章の中では、最も新しく、最も広範囲に与えられ、 最も叙君数の多い勲章である。1917年にイギリス国王ジョージ5世が創設した。それまでの勲章は、貴族、軍人、役人、政治家が主な対象で、一般の市民に与えられることは少なかったため、功績の対象を、経済人、文化人、芸能人、スポーツ選手や社会奉仕活動等と広範囲にした勲章を新たに創設したものである。 勲章師団、または勲章のランクとしては、それぞれ同一クラスの勲章の中では最も順位が低いが有名人が受賞することが多いため非常によく知られた存在である。勲章のモットーは神と帝国のためにである。勲章には次のランクがある。ナイトグランドクロスまたはデームグランドクロスナイトコマンダーまたはデームコマンダーコマンダーオフィサーメンバー受賞者は、名前の後に 訓意を示す頭文字を付すことが許される。名称に、ナイトが含まれる上位の二つが、いわゆる、ナイト尺の一種で、英国籍を有していれば男性ならサー、女性なら、レームの継承を許される。このようなことから、日本語メディアで、イギリス王室から、サーの称号を授与、ナイトに助任などと紹介されているものは、多くが、この大英帝国勲章のナイトのいずれかを与えられた。 ケースであるか、ナイトバチェラーという下級騎士団に除されたケースである。外国人への叙勲は、通常外務大臣の推挙により、英国内に工場を持つ大企業の社長などが多く受賞している。外国人受賞者は、オノラリーを冠して呼ばれ、年2回の叙勲者リストには掲載されないが、名前の後に、勲章の略称を記すことは許される。ありがとうございます。